それでは、MDR、モータードリブンローラーといいますが、アメリカのコンビア業界で、規定されているそのモーターローラーの、そのソーティング、ピッキングを高速にやってますものを紹介したいと思います。まずはこの、モーターローラーは、まず第一には搬送をするということと、それから2番目にはそのストレージをする、でそして3番目にはこのピッキング、ソーティングをするという3段階の進化があると思うんです。で今日は特にこの最後 の、 このピッキング、ソーティングをするというところで の、 この F ラットを紹介したいと思います。この F ラットというのはフラットラットの意味でございまして、品物をその上下をさせずに、品物が一定のそのままの高さで方向を変えると、分岐するという装置でございまして、これにその、自律分散、制御をキャンオープンというプロトコルでございますが、その制御を加えて特に高速化をしたというのがこのデモ機でございます。1時間あたり、従来は2000個ケースが、まあ、大体 の、 そのスピードの最高値でしたが、これは、この度5000個に挑戦するということで、そういうテーマで展示をさせていただいています。まずは、これ、X 方向とすれば、このままで品物は、ベルトの方向に進んでます。でこれが止めて、次は、直角方向 Y 方向に回るときがこうです。で、X 方向と Y 方向は、動いてはおりますが、上にある搬送物は全然上下はしません。搬送物を全く上下させずに、方向を分岐する、方向を変えるというのがこのテフラットの特徴です。